XDefiantが差収します。 What? XDefiantファンの皆さん、こんにちは。残念ながら今日は XDefiantが閉鎖されることをお知らせするためにここに来ました。本日2024年12月3日より新規ダウンロードおよびプレイヤー登録は利用できなくなります。シーズン3のコンテンツは近い将来にリリースされる予定であり、サーバーは2025年6月6日までアクティブなままです。僕3日前にちょうど UBI さんの FPS デイっていうね、あのイベントに出て、 XDefiantのオフラインの、ちょっとイベントに出たばっかなんですけど、まあでも正直驚きというよりも、皆さんも、まあ、ついにか、ああやっとかみたいな気持ちの方が多いかなと思います。僕自身もそんな感じですね。まあ正直予感はしていたところではあります。昔ながらの COD を出すというコンセプトで、まあ、この XDefiantは開発されました。スキルベースマッチメイキングを排除して昔ながらのシューティングゲームをね、復活させるぞということで、まあ、無料の COD としてかなりまあ話題にはなりましたし、僕もね、まあ、新規 FPS の中ではかなり動画は上げた方かなと思います。まあ、正直その後はコンテンツ量がやっぱ圧倒的に不足していて、サーバーやゲームの質等ありまして、なかなかね、僕もその後プレイが続かなかったところではあるんですけど、まあ、アジアサーバーに至っては、まあ、なかなかマッチングにね、すごい時間がかかるようになってしまったのが一番の、まあ、大きな原因ではあるんですけどね。まあ、ひとまず、そうですね。まあ、この COD というやっぱ海外で圧倒的に人口も多くて、まあ、強いタイトル、既存 IP に挑んでいった。この XDefiantにまずもう敬礼をしましょう。お疲れ様でした。いやー、まあ、もちろんゲームをね、もっとこうしたらよかったんではないかっていうところはもちろんたくさんあるんですけど、でもやっぱり今の時代、このたくさん FPS がある中、無料で挑むっていうのは非常にね、まあ、勇気のいることでもありますよね。まあ、ハイリスク、ハイリターン。まあ、プレイヤー人口がいればサービスが続くし、ね、収益も安定するとは思うけど、プレイヤーがいなければ、ね、もうこういう風に一瞬で差収してしまうっていうね、まあ、非常にハイリスクな道を挑んでいった XDefiant。そこに関しては本当にね、拍手する部分だとは思いますね。そして今、ちょっと一応マッチングかけたけど、マッチングしたことに驚いている。あれ?この間、まあ、この間って言っても大体3ヶ月ぐらい前なんですけど、その時マッチングかけた時は、マッチングしなかったんで、もしかしたらこの差収発表によって人口が今一時的に増えてる可能性がありますね。ゲーム自体は普通に面白いんですよ。うん。つまらないとかそういうことは全然なくて、まあ、ただ、なんでしょう。やっぱり COD っていう、まあ、本家というかね、まあ、同じようなゲーム体験ができてしまうゲームがもうすでにあって、しかもそっちの方が歴史もあるし、資金力もあるし、コンテンツ量も多いしっていうね。XDefiantのね、開発どころも、まあ、UBI がバックにはついてますが、スタジオとしては非常に小さかったんですよね。だから COD と比べたら資金力も全然違うし、スタッフの数も本当に全然違ったと思うんですよね。なんか後ろから来てる。もう、スナイパー!雲!無料でできるというだけですごくいいゲームだと思うんだけどね。まあ、COD がゲーパスに追加されたりっていうこともあって、まあ、よりちょっとね、難しくはなってしまいましたよね。開発のね、オーナーがずーっと言ってたのは、昔ながらの COD、アリーナ FPS を復活させるっていうことなんですよね。COD でいう、いわゆる BO2 とかね、まあ、昔の10年ぐらい前の COD ですかね。いや、もっとか。15年前とかなんのかな、もう。スキルマッチもなくて、ね、シンプルで、スライディングも控えめ。よく言えば、昔懐かしい。悪く言えば、古めかしいですかね。なんか、面白いのよ。ただ、今の時代、これじゃあ、ちょっと足りないなって感じなんですよね。継続してプレイするかって言われたら、そうではない。久しぶりに帰ってきて、美味しい、懐かしいな。あの頃も良かったな。っていうような FPS ではあるんだけど、どのゲーム界隈にもいると思うんですが、やっぱ昔の方が良かった問題。あの頃はそれが新鮮だったかもしれない。けども今は違う。やっぱりどうしても、成長したし、みんな今の子供たちにとってもやっぱりちょっと快適さがないって感じになっちゃいますよね、昔のものっていうのは。待って、これチームデスマッチ時間切れにならないか、もしかしてこれあれ、仮に XDefiant がシングルゲームで有料販売だったらそこそこね、成功してたと思うんですよ。まあもちろん COD、仮に COD みたいなゲームを出さないとして、まあなんかね、昔人気だったシングルゲームを今、あの頃の昔懐かしいね、
シングルゲームを今復活させました。みんな買ってねってやってたら、まあ少しは売れたとは思うんですけど、やっぱりこう、オンライン FPS、シューティングゲーム、しかも無料っていうね、ユーザーが常に居続けなければいけない、お金を落としてもらわないといけないっていう難しいね、場所に飛び込んだので、まあ、開発の方もね、最初からこういうのは想定してたとは思うんですよね。うん。あと、これはまあ僕が動画配信で今までよく言ってたんですけどね。まあ今もう FPS というか、オンラインゲームっていうのは非常にたくさんあるじゃないですか。人口の奪い合い。これ以上新しいね、オンラインゲームが入る余裕がないというかね。なので、新規ゲームはその既存のゲームから人口をなるべくこう奪っていかないといけないっていうね、非常に難しいフェーズにありますよね。これは全ての分野にも言えるかもしれないね。特にも例えばさ、配信者とかね、うん、ストリーマーさんとかもそうですよね。もうさ、有名な配信者たちがいるから、新しい配信者がなかなか入れない。この間のその X ディファイアントのね、イベントもあったんですけど、まあ、X ディファイアントのイベントじゃなくて、まあ、レインボーシックスの、まあ、APAC の大会の合間にこう、X ディファイアントのエキシビジョンマッチをやるみたいなイベントだったんですよね。うん。で、まあ、昔のさ、COD、日本の元プロたち、稲葉くんとか、ニコちゃんとか、うちのラッシュメンバーとかも出て、まあ、プレイしたんですけど、なかなかね、めっちゃ僕なぜか強くて、このゲーム。あのメンバーですごい無双したんで、もしかしたらこのゲームの才能があるかもしれない。皆さん誰か僕と一緒に世界を目指しませんか。全然楽しいのよ。うわ、待って、ここめっちゃ来る。あ、エイメイメイメイバイ。あれ、グレネードどこ行った？こう見るとね、すごいやっぱエイムアシスト強いし、初心者向けな COD かもしれないね。まあ今の COD っていうのは、まあ、スキルベースマッチメイキングがね、非常に強くて、自分と同じような敵と当たるっていうシステムなんですけど、スキルベースマッチメイキング、これがなかったら楽しいかって言われたら、そうではなかったんですよね。それを証明したのが、X ディファイアントかな。やっぱ、スキルマッチがないとないとでね、毎回こう、バランスが悪かったりとかして、ゲームの試合自体はあんま面白くなかったんだよね。というか、今気づいた、これ。アジアサーバーじゃない。アメリカサーバーだ。あれ？このゲームってアメリカサーバーに自動的に繋がるっけ？ああ、まあそうか。なるほどね。まあそれだったらマッチングするか、さすがにね。アメリカの何がいいかってね、どんなゲーム、どんな人口が少ないゲームでも、やっぱある程度人がいるっていう、もう人口だよね、結局。人口量だよね。COD もさ、昔の COD、COD1 でも2でも人口いますからね、アメリカだったら。やっぱね、国の人口が多いっていうのはね、正義ですよ。オンラインゲームにおいて。おぉ！あ、いや、距離取ってる。はっ！このゲームはまあ、来年の6月まで、一応ね、プレイができるとのことで。でももうあれか、新規ダウンロードはできないらしいから、まあ今のうちにこうダウンロードしてねっていうこともできないのか。一度ダウンロードしてる人はダウンロードできるけどって感じだよね。まあまたもしかしたら、この開発の方も新しいね、ゲームを作るかもしれないので、まあそれをね、楽しみに待ってみましょう。お疲れ様でした。